2019年6月29日のカーチザートン、黒い森の声祭りのムラザースウィングルシンガーズは、アメリカ合衆国出身のワードスウィングルが、1962年に、フランスのパリで結成した、アカペラボーカルグループ。結成当初のメンバーは、アンヌ・ジェルマン、ジャネット・ボーコモン、ジャン・キュ・サック・ラで、ミシェル・ルグランの姉のクリスチャン・ヌ・ルグランが、リード・ソプラの、 グループは全部で8人のメンバーからなり、構成は、ソプラノ、アルト、デノール、バス、各2名。ジャズのスキャットの歌唱法を、男女の混声合唱に持ち込んだそのサウンドは、ジャズの側からもクラシックの側からも異色で新鮮なものとして評価され、一般にも理解しやすい音楽は、ダバダバコーラスとして知られる。バッハシリーズのヒットから始まって、ベートーベン、 チャイコフスキーからオペラに至るまでクラシック音楽でのレパートリーを広げ、さらに現代ポップスのヒットチャートやその他のスタンダードナンバーのアレンジと幅広い楽曲の複雑かつテクニカルかつ印象的なカバーを生み出している。アレンジはジャズの加性法やスタイルが貴重であることが多い。ナットキングコールなど洗練された歌手、ピアニストの影響も見られる。 レッドブルシスという有名なフランスのボーカルグループに在籍していたワードスウィングルに引きられてスウィングルシンガーズはシャルル・アズ・ナブールやエディット・ピアフといった歌手たちのバックで歌うセッションシンガーとして活動を始めたミシェル・ルグランのためにジャズボーカルをやっていたがミシェル・ルグランが映画音楽の仕事のためハリウッドに去るとつまらない仕事しかなくなってスウィングルはやりがいのあるものを探し J.S. バッハの平均率クラビエアや曲集に目をつけた。そうして作られたアルバムバッハズグレイテストヒッツは大ヒットとなった。1967年にラベルの亡き王女のためのパバーヌを録音したが、版権所有者がレコードにその演奏を入れることを反対したためロドリーゴのアランフェス競争曲に置き換えられた。その後も亡き王女のためのパバーヌは、 演奏会で取り上げられることはあっても、レコードや CD で発売されてはいない。モダンジャズカルテットと共演した J.S. バッハの G 戦場のアリアも大ヒットとなった。ルチアーノベリオのポストモダン公共曲、ハッセイと還元楽のためのシンフォニアは、ツイングルシンガーズを念頭に置いて書かれたもので、オリジナル録音にも参加している。他にも、現代音楽作曲家、 ベンジョンストンのチギット、サティやビジョンズスペルズをレコーディングしている。スウィングルシンガーズの活動は2期に分かれ、第1期は1962年から1973年にかけてフランスを拠点に、第2期は1973年から現在までイギリスを拠点に活動している。ザ・スウィングルズ、ザ・ニュースウィングルシンガーズという名前を用いていることもある。メンバーは 時期によって異なる。現在のメンバーは以下の通り。現在はイングランドのロンドンを拠点にしている。基本的にはアカペラだが、時にはベースやドラムスの伴奏を使うこともある。1988年にはスタイルカウンシルとアルバムコンフェッション・オブ・ア・ポップグループの中のザ・ストーリー・オブ・サム・アンズ州で、また1996年にはフランスのポップスター。 エティエンヌ・ダオーとアルバムエデンの中のジミ・デ・アンティミテとソーダイ員で共演した。クラシック音楽にも積極的で2005年にレコーディングしたジェイス・バッハの平均率クラビエア曲集から前奏曲へ。単調はウェールズのシンガーソングライタージェムのヒットシングル全員の中に取り込まれ、さらに2006年には映画ザ・ジゲローズでも使われた。 同じ年にレコーディングしたジェイスバッハの風ガ BWV578 も映画サンキュースモーキングで取り上げられた。近作には以下のものがある。ありがとうございます。